ここはですね、甲州の、太古東道、義勇ドンルーの地下鉄の、E の出口を出たところですね。あの上海は地下鉄は1号口、2号口と数字で表してるんですけど、甲州の場合はアルファベットで、出口を今表します。アルファベットの E から出たところですね。なんかショッピングモールだと思うんですけども、地下につながってます。めちゃくちゃにぎわってますね。なんか撮影するつもりなかったんですけど、すごい人がいるんで、ちょっとこの雰囲気を伝えるためにやってます、撮影してます。もうなんか寿司屋ですか、結構みんな並んでますね。あ、これ自分の好きな握った寿司が1個ずつあって、こうあれですね、選ぶんですけど、なんか私が思う寿司とは全然違う感じがするんですけどまあ新しいクリエイティブな寿司ですね。ここ一体どこなんでしょうね。ちょっとどっかの多分ショッピングモールの地下だと思うんですけど、出てみないと分かんないんですけど、こっち行くとですね、なんか百貨店ですね。ワンバイバイフォーって書いてますね。広い100の百貨店。まあ何でしょうか、街の中の村、ああいう若干ちょっと古いごちゃごちゃした言い方、悪い言い方するとちょっとスラムっぽいとこも甲州あるんですけども、こういう新しく開発されたとこも結局一緒ですね。細いところに人がいっぱい集まってるっていう意味では、それが古いか新しいかの多分違いかなっていう気はします。こう瞑想ですね。これも日本っぽいやつは全部批判されるからなくすみたいですよね。日本とか書いてないですね。昔はこうなんか日本のデザイナーの写真貼ってあって、この人がデザインしてるみたいなことを書いてたんですけど、日本のイメージを全部消したみたいですね。ただなんか海外でも店結構増えて売れてるみたいですね。確かなんかアメリカに上場してたんじゃないですかね。香港じゃなくてアメリカ市場に株も上場させたと思います。結構人がいるし、まあ若い人多いですね。あんまり年寄りの人がいないですよね。ちょっとこれ後でどこに出るか分かんないんですけど、なんかみんなここで食べてますもんね。ここ行くとちょうど地下鉄の、入り口に入ります。 E の入り口ですね。確かなんかこの辺あれですよね、地下街がすごいでかかったと思います。 UFO キャッチャーとかあります。1回2元みたいですね。2元というと40円ぐらい安いですね。そう考えると日本だと多分100円ぐらいすると思うんですけど。あとここは化粧品の店ですけど、すごいでかい店で結構流行ってますね。ここがその地下鉄のところですね。まあ上海と同じく安全検査普通にあります。私この間この DJI のカメラすごいなんか聞かれましたね。これ何するもんやって言われて、知らなかったんですよね。まあ、DJI なんで中国のメーカーのカメラなんですけど、カメラって言ってもちっちゃい動画用のカメラなんですけど、ここはさっきから何音鳴ってんかなと思った。この宝飾品ですね。ここでほんまに作ってんのかな、叩いて音出して目立たせようとしてるだけかもわかんないんですけど、まあこんな感じでですね、いろんな店があって、これが古い町に行くと路面店で、ここだとまあビルの地下街にあるというだけですね。すごいみんなここで食べてますもんね。なんかこう見るとやっぱり中国活気あるなって感じはするんですけど、どうでしょう日本と比べて。まあ甲州も地方都市といっても
何人ぐらい人口おるのかな、2000万人ぐらいおるんですかね、ちょっと分かんないですけど、広東省全体で1億人ぐらいいるような話聞いたことあるんで、まあ広東省だけで大体日本と同じような町ですよね。靴屋さんも意外にでも中国物価高いですね。ただちょっとしばらく中国も経済低迷して、日本みたいに何十年も失われた日本みたいになるんじゃないかっていうなんか記事とかも出てましたけど、そうなると、まあ、今まではずっとインフレできたんですけど、デフレに転んでいく可能性はあるみたいですね。まあ、若干でも物価安くなってほしいですけどね、私にとっては。日本は今まあ物価やっと上がりだして、いいことだと思いますけどね。なんか卵の値段とかだいぶ日本上がってると聞いてます。ただアメリカはなんか卵の値段急激に下がったみたいで、まあデフレに、まあインフレが収まってきてるっていうのもあって、あれですかね、一部のものは安くなり始めてるんですかね。まあこんな感じで、ここもですね、店の間でみんなこう食べたものを、食べ物ですね、買ってここでみんな食べてますね。ここを見ると横が百貨店、向こう出口ってなってますね。まあ一回外出てみましょうか。どこに出るのか全然わかんないんですけど、あとこういうやっぱフルーツ使ったスイーツが多いですね。まあ南国なんで安く手に入るし、暑いからみんな甘いものを食べたいんでしょうね。なんかシューアイスみたいなやつも売ってますね。冷凍のパンみたいな割と売ってましたね、なぜか。広いなこの地下、どういう形になってんのかよくわかんないんですけど、めちゃめちゃ広いです。すごい消費力やな。なんか不景気とかって言いながらこれ見るとあれなんですけど、まあ高級品が売れてるかどうかですね。不動産が取引制約率がないと安いもんは売れるんでしょうけど、まあそれでも全然物が売れないよりは全然いいと思うんですけど。 UFO キャッチャーとかいっぱいありますねこれ。中国北の方の人は背が高くて、南の人方の人背が低いで色も黒みたいなイメージなんか言われててあるんですけど、全然そんなことなくみんな背高いですね日本人より全然平均してなんか高いような気はするんですけど、あと別に色も全然黒いわけではないですね。白い人もいっぱいいます。雑貨屋ですかこれ。なんか雑貨もでもセンスが良くなってますよね。これフィギュアの店ですね。フィギュアというかアニメキャラの。こっちもそうだ。なんか日本のあのガチャガチャみたいな。こっちはジュース屋さん。ジュース屋さんとこのガチャガチャの併設された店。ちょっと今日は雨降ってるんであれですけど、だから余計地下に人がいっぱい来てるんですかね。ここは VR かなんかの店なんですかね。
多分そんな感じですね。こっちもなんかゲームの店、こういうゲームは流行ってるんですね。あんま私ゲーム子供の時すごい好きでしたけど、今やりたくないですね、疲れるんで。なんかお金くれるんやったらやりますけどゲームで買ってお金儲けるんやったらやりますけど、その点株はあれですね、株で勝つとお金儲かるんで頑張ってやろうと思うんですけど、ゲーム頑張っても。これホットマックス、これって全国にあるんですかね、中国全土に。ディスカウント店ですねこれ、本当にめっちゃ安いですね、いろんなもの。なんかでもメーカーの人に聞くとあれですね、なんでしょうね、あれその代理店みたいなところが在庫抱えて、ああいうところにもう売れなくなったものを流すみたいですね。ちょっとここ出口あるんで上に出てみましょうか。どこに出るか全然わかんないんですけど、あんま上海では言われなかったんですけど、広州ではこれ店の中で撮影してると割と警備員の人がこう見てきますね。上海あんまり言われなかったんですけど、まあ、ちょっとカメラに充電ケーブル刺して充電しながらやってるから余計目立つんでしょうね。なんかさっきも警備員の人にすごい見られました。ちょっと傘差します。ここはどこでしょう、どこに出たか全然わかんない。こっち、あ、こっち体育館か。体育館に体育場がこっちにあるってことは、というかそもそも道全然知らないんであれですけど、あとなんか講師この靴が悪いのかな、なんか講師来るとこの地面が濡れてるとめちゃくちゃ滑るんですよね。あんまり上海ではそんなことなかったんですけど、すごい怖いです歩くのが。この辺のだから地下がすごい、地下街が長いっていうことですね。まあそれ雨降ってたらみんな地下街行くでしょうね。なんかこう1回限りで行けるジム上海にあるんですけど、1回25元6元ぐらいの、そういうジムなんかあんまりないみたいですね。こっちユニクロとかあるか。こっち歩いてみましょうか。向こう渡ってもいいんですけど、このとお茶とかジュースの店めちゃめちゃありますね。まあ分かりますけどね、こんだけ暑いから冷たいものを当然本当飲みたくなります。まあ広州だったらこういう店経営してても冬でもそこそこ売れるからいいでしょうね。上海だったらまあ、ね、冬にこんな氷入ったやついらんけど、この店なんかでも上海でもすごい増えてるような気がしますね。ミーシュエビンチャンって言うんですかね。安いんですよね、確かにあれ1個10元って。ソフトクリーム2元ですからね。まあ日本と比べたらなんかそんな安くないわって思うかもわからないけど、中国の高い物価からすると安いです。中国の物価が高いっていう感覚も
おかしいのかもわかんないですけど、本当でも日本より高いですからね。なんかうん、昔は1万円両替して500何元とか600元近くになったみたいですけど、今1万円両替しても500元ぐらいかですもんね。為替の影響もすごいでかいです、ね。あ、このシーチャーですか。この店も一時期めっちゃ流行ってたけど、まあ今でも流行ってるかも。でもいろんな競合が出てきてだいぶ状況変わってるでしょうね。ここ一体なんていうショッピングモール、これなんとか VT101 って言うんですか。こっちはでもマンションで、なんか向こうマークついてるな、やめとこう。ここはパン屋、ケーキ屋さんか。やっぱこういう食物見ると南国やなって感じするんですよ。あそこ止めてるからか。確かここから出てきたんですね。本当なんか下が地面が滑るからめちゃくちゃ怖いです。暑いからちょうど雨降ってちょっと涼しくなってくれたらいいですけどね。ここは交差点があるんですけど横断歩道がないのかな。みんな地下から歩いていってる感じですね。あ、向こう側のワンリワンリンフイですか。マンの皮脂のシュージャフイのフイ、ワンリンフイ。あっちは結構中心地のとこですね。まあ、この辺全体的に中心地ですね。向こうがあの公衆タワーのあるところですね。やっぱこれ横断歩道ないですね。全部こう地下で行きましょうっていうことで、なので余計地下が発展してるんでしょうね。それにしてもすごいな、これ車が渋滞がひどいですね。甲州は
暑いな、それにしてもやっぱり。ここスタバがでリザーブド、リザーブのスタバですね。ちょっと高級な。横が GU があります。ラッキンコーヒーあるな。あのラッキンコーヒー座れるかな。座れたらちょっと休憩しようと思っても。傘売ってるな。傘でもなんか日本の方が安い感じがするんですよね、傘とかも。なんかなんで中国物価こんな高いんやって思うんですけど。タオバオとかで買うと安いんですけど、私もこの今持ってる傘いくらで買ったかな。めっちゃ安かったんですけど。座れるかな。座る場所あれば休憩しよう。ないですね。2席ぐらいしか座れなくて、もうすでに人座ってる。まあ、ラッキンコーヒーそういう感じなんですよね。値段安いけど座る場所がないと。まあその分安できるんでしょうね。ちょっと休憩しようと思ったんですけど、もう一回地下街入るか。あ、なんかずっとカメラが止まってましたね、いつの間にか。だいぶ録画できてなかったと思うんですけど、ちょっとあっちに枕あるんでちょっと行ってみようかなと思います。なんかちょっとコーヒー飲むところ探したいなと思ってて。あれ、ラッキンコーヒーの抹茶ラテなかなか美味しかったですね、前食べたけど。なんかこの横断歩道のこの音、香港でもこんな音鳴りますね、横断歩道のところ。本当、杭州とこれ、道すぐ渡らないと、もう16秒でしょ。私でかなり早歩きで歩いて、なんとか渡れる感じなんで、高齢者の人絶対渡れきれないですよ。じゃあちょっと古い住宅の感じですね。もうなんかスイーツの店ちゃうわ、もう普通に中華料理やか。レストランですね、全部。でもこれ暑いと本当カメラが勝手に止まってしまうんで。カフェみたいなとこないですね。マクドしかないか、こっちは。ここは定食屋、日本料理屋ですかね。刺身とかなんか丼みたいなの置いてますね。カフェとかあるからね。ないですね。なさそうですね。
下鉄の出口、ここは A 出口ですよ。かなりこれ、出口が広い、広いというか、いろんなところに出ますね。というわけで、私ちょっとそっちのマクド行きます。暑いですね。ちょっと汗かいてきました。こんだけ雨降ってでも、あれなんだ、これ晴れて、日が照ってたらめちゃめちゃ暑いですよね。これは市内を回るバスですかね。創作日本料理と書いてますね。また百貨店みたいなのがあるんですね。まあちょっと私誠でちょっと休憩します。ということで、まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。めっちゃ混んでそうやな。でもこれ見てからちょっと座るとこあるかな。2回行ったらええかということで終わります。なんか抹茶ラテ頼もうと思ったんですけど、間違って抹茶のアイスクリームにしてしまいました。まあいいですけどね、ちょっと飲み物欲しかったんですけど。ということで終わりたいと思います。